うわ、いる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 。無駄な殺生はしたくない。うーわ、いるいる。無駄な殺生はしたくない。ちょっとどこどう進んでいくか影がかっている。くそー、あやべ、戻してなかった、アマゾンから。まあいいっちゃいいんだけど、敵強いんだろうな。ギャラクシーマシンガン、わからんな。音速剣、残像剣、残像剣のギャラクシーの水。うん、や優しいってなんすか。許したのが、バカ殿を許してあげたのが。まああの場で切ってやっても面白かったかもしれないけどね。まあでも実際わかんないですよね。あそこであのバカ殿切ってたら、あの石州祭の孫が仲間にならなかったルートになってたかもしれないし、まあそれはわかんないけど、まあでもあの感じから言って、多分これワグナス倒してここ制圧すれば多分仲間になってくれるような感じだから、まあ良さそうっちゃ良さそう。はい、ネレイドがねちょっと動き早いんですよ。一番最初に行動できる。やべ、ネレイド LP ねえぞこれ、ほとんど。やばっ、これすっからかになったんじゃね、もしかして。ちょっと水を鍛えたいからネレイド入れたんだけど、あ、無駄な殺生はしない。そう、うん、そう、お孫さんがちょっとね怒ってたかもしれないね。あんなやつの、仲間には絶対ならんからなみたいな、言われてるかもしれんよね。ちょっと待って、ネレイド、やっぱり消えてる、ネレイド。ちょっと待て、ダメだこれ、4人じゃちょっとダメだ。一回逃げるぞ。ちょっとネレイド死んでしまった、くそ。水使い、アマさんのとこ行ってみるか。アマさん水使えないかな。水と風がどうとか言ってた気がする。違ったっけ、アマさん。ナタリー、あ違う、テント風か。誰連れていこうかな。水、いやーし、LP なくなって死んじゃったもんな。いやー、軍師もやべえぞ。LP2 しかない。いやー、誰連れてこう。誰連れてこっか。スービエ戦を想定して、ネレイド連れてったんだけど、スービエじゃなくてワグナスに今挑む展開になっちゃったからな。まあ困った時のモグラにするか。困った時のモグラにするか。うん、モグラ連れていこうか。モグラ連れてって、まあヒーラーですよね、ヒーラー。まあ補助的な魔法、混合盾、まあその辺ちょっとお願いしたいですよね。
よいしょ。ぐらい。はい。お願いします。ぐらいさん。地属性37。まあ、図抜けてますね。まあまあまあいいでしょう。まあ何度も言うけど、このモグラ迎えに来るのがめんどくさいんだよねこれ。いやこれ軍師もこれ下手しや途中で死ぬぞこれ。いけるか LP2 でしょ。いけるかな。ちょっと不安。まあでもやるしかねえな。もうワグナス戦はかなり近いと見てるから、白露城でしょ。もうそこでワグナスと戦うんじゃねえかなと予測できるので、本当にもう少しだから、ちょっとなんとか軍師には頑張ってほしいよね。ああもう次から次へと、してこれ逃げるよこれ。うん、ちょっと頑張ってほしい。はい、ちょっとアバロンに戻ろう。特に今回はじゃあモグラ入れだから、水を鍛えるっていうのは一旦保留にして、何をじゃあ覚えさせたいかと、やっぱりリバイバーを絶対覚えさせたい。リバイバー。モグラ、リバイバー。うん、これを覚えさせる。クリムゾンフレアとかもちょっと合成術を覚えさせるか。あー、ダメか。天覚えさせなきゃダメだ。はい。ギャラクシー、うーん、他はいらんよな。まあ一応ソードバリア、ソードバリア覚えさせといて、寄せ孔とか、寄せ孔、あ、ダメ、風覚えなきゃダメか。うーん、これでクリムゾンフレはでも覚えられるよね。これはヒートハンドいらん。いらん。ってなるとストーンシャワーいらねえんじゃねえかっていう感じなので、混合力覚えてる？覚えてる。混合盾は覚えてる？覚えてない。覚えてない。じゃあ、あとは回復、アースヒール覚えてる。 OK。 光の壁、ちょっとこれも持っていくか。光の壁、水と地、炎の壁はいらん。 OK。 まあとりあえずこんなもんでいいかな。混合力でバフ、アースヒールで回復、リバイバーで保険、ギャラクシークリムゾンフレアで攻撃。よっしゃ、いくか。あと装備、装備、装備、技は覚えさせなくても、槍も出せるか。よし、どっちからいけばいいんだ。武器開発、武器開発ちょっと行ってみて。思いつかない。軽い鎧、よしやれ。はい、
あ、ちなみにね、ちょっと一番最初に説明するの忘れたけど、このハンターを皇帝にしてですね、ハンターシフトだったっけ、だかっていう何陣形を手に入れた、入手したんですが、まあ検証してみたらね、あんまり強くなかったんで、はい、使ってません。ただそれだけの話なんですけどね。まあ適当にスターストーンとか、よし、高級傷薬はまだ使わん。はい、金属盾どうなんかな、槍持っててどうなんかな。スターストーン、魔導士のローブ、魔導士のローブ、まあちょっとこれで一回行ってみるか。技もいらない気もするけどな。ほとんどモグラは術しか使わないから、まあでも一応入れとくか。まあ何でもいいや。あとは、まあこんなもんでいいんじゃないか。あ、ちょっと待って、スイッチ応剣とか入れておくか。一応よっしゃ、行くぞ。もう一回寝てからの方いいかな。あれ、どこだったっけ。あ、こっから船でまで行かなきゃダメなんだ。いやー、なんとか今回今日の陣でワグナス倒せりゃいいなとは思ってるけど、うまくいくかね。倒せりゃいいんだけどね。でもね、強いと思うから、まあできれば一発で倒せりゃいいなとは思うけど、また下手しは全滅食らってもう一回工程変えて挑まなきゃいけないっていう状況になるかもしれない。まあそうなったら今日はもう無理っすね。実況に参加したりはしないっすね。今のところその予定はないっすね。はい。OK。やっぱちょっと重い気がするな。さあ、白露城行きましょう。あ、ちょっと待って。戦闘陣形。ラピッドかアマゾンかどっちがいいかな。これこれこれ。ハンターシフトってやつ。これあんまちょっと強くなかったんで、使わない。ラピッドで行った方がいいかな。アマゾンもこれちょっとこことここ変えたいから、ラピッドで行くか。雑魚戦はよいしょ。カエルの王様、これまだ強いんだよね。ギャラクシー、ギャラクシーでいきますか。まあモグラはね地属性が強いんですけど、ちょっとまあギャラクシー使いながらね、天術もこいつまあ鍛えられればいいなと思ってはいるんですが、だから初めのじゃそんなに火力出ないかもしれないけど、もうギャラクシー連打でこの雑魚的になぎ倒して、なぎ倒してこう進んで
生きりゃいいなと。強えなほんとこのカエル、めちゃくちゃタフなんだけど HP 高い。あ、それでも1500食らった。いや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 、ちょっと待て、大丈夫か、またかこれ。倒しきれるよな次のターンで、多分倒しきれると信じて、ちょっと残像剣ちょっとここは全体攻撃連打で。どうだどうだどうだ、これでよし倒せるね、倒しきれるねこのターンで。このカエル強いんだわ本当に。もうでね、今までこのカエル1匹いろんな敵とミックスで出てくるのが多かったんだけど、1匹しか出てこなきてなかったんだけど、今回2匹出てきたでしょ、これ初めてなのよ。いやこれどっち、お食事中でしたか、会議中でしたか。畜生、宝箱がない、宝箱もない、何もない、逃げろと。いいよっと。なんかでもあの鍵のかかってるあの部屋がなんか正規ルートっぽい気もするけどな。残像剣いくか、残像剣、ギャラクシーギャラクシー。まあ皇帝のギャラクシーはまだまだ弱いけど、ちょっとこれギャラクシーね、全体攻撃だから使い勝手はいいから、これ連打しまくってとにかく天の術のレベルを上げる。天術さえレベル上がれば今度ね皇帝なんとかあの全体攻撃もできるようになるし、まあ剣での攻撃もできるようになる、体術の攻撃もできるようにはなる。うん、5900いくらだって、すげえ。よいしょ、まあでもギャラクシー覚えだから戦いやすくなった。こいつはねマシンガンジャブ音速剣でいくか。でクリムゾンフレア、クリムゾンフレア、一旦で倒しきれるかね。音速剣ほら倒しきれないか、ダメか。あー倒しきれた、よかった。1500ぐらいだから多分全然大したことないんだよな多分ね。なんか断熱服、断熱服、戦闘服、防御力5、断熱って言われたから多分熱、火の属性とかよりは強いのかな。うん、ダメージが軽減してくれればすごく嬉しいんだけど、戦闘がこいつらだったらいけるか、大丈夫か、ラピッドじゃなくても。ロマさんが理論というか勝手な理論だけど、小さい敵はそんな強くないっていう。うん、あー凝視、真っ白な灰になってしまった。一番のギャラクシーの使い手が真っ白な灰になってしまったな。くそー、はい、オッケー。どっちだ、上か。クリムゾン、クリムゾン千手観、おっとごめんなさい、なんか重くなってんね、止まるんだよな、パソコンの調子が悪いのか。クリムゾン
クリムゾン。どうですか、いけますか。374、まあこんなもんだろうな。千切り、うわー、どうです、どうです、どんぐらい入ります、どんぐらい入ります。ああいいねいいねいいね。よし、どっちだどっちだ、階段か、いやーどっちだろう、わからん。よいしょ、どっちが正規ルートなんだこれ、全然わからん。マシンガンジャブでもいいかもしれん。マシンガンジャブの千切りで、クリムゾン、クリムゾン、えい、千切り、ほらやっと、マシンガンジャブは割とねいいんすよね、消費のコストとか考えてもそこそこほんといいダメージ入るんで。まあボス戦とかになればもっと消費の激しい千手観音使っていきますけど、まあこういう道中とかだったら結構ね、マシンガンジャブ使える。なんもねえ、なんもねえ。よいしょ、じゃあこっちが合ってんのか。ギャラクシー通常攻撃で、でも後ろのやつ強いんだよね。はい、まあだからこの皇帝がね道中術で投げ倒していけりゃボス戦までかなりあれ、技ポイントを温存できますからね、いいっすよな。オッケー、まあ術レベルはどんどん上がってきてる。ちょっと一回見てみていいですか。うん、上がってきてるな。うわ、犬ぬえ、クリムゾン、マシンガン、千切り、クリムゾン、クリムゾン。いやでもさっきクリムゾンが、ま、クリムゾンフレア全く効かない敵だから、うん、うまくばらけさせた方がいいのかな。まあ効くって分かってれば叩き込めるんだけど。さあいけ、一旦では倒しきれないか。あ、オッケー、よし、いけた、よし、火の術も上がるし天の術も上がるから一石二鳥と。やっべ、術切れた、術切れてしまったが、じゃあしょうがねえな。ギャラクシー、ギャラクシーでいくか。術使いの二人もだいぶあれだね、息切れしてきたね。まあギャラクシー使うほどのもんでもなかったか。いや違う、だま、舐めたらダメだ、舐めたらやられる、舐めたらやられるっていうのをね、もうたくさん味わってきましたから、このゲーム序盤から。ほんと手抜いたらやられるっていうのはね、
なんぼでも味わってきたから確実に倒す。確実に。はい、逃げる。ラピッド崩れてるから逃げる。確実に倒す。赤いのと青いのどっち強いんだろう。赤いの無名剣、マシンガンに一応千切り使っていくか。でクリムゾン、うん、ちょっと息切れしてきたな。回復した方がいいかな。オッケー、クリムゾンフレア効く？大丈夫？効く？あ、効く。オッケー。まあ当然順番的にいけば軍師の方が MP 先になくなる確率が高い。だからまあ軍師が MP なくなっちゃったら、まあモグラと場所入れ替えてもいいけど、まあそこまでせんでもって感じだよな。回復してやればいいんじゃないかとか思ったり、まあ水長剣とか分身剣じゃねえや、残像剣か。まあそれも覚えてるしね。複数攻撃は他にもいろいろできるから、残像剣、あらよっと。よし、こっちも行ける。どっちだろう、階段で降りたらいいのか。でもさっき階段で降りたら外れだったから今回は降りませんぜ。はい、オッケーオッケー。まあアマゾンストライクね、使えるようになってから雑魚戦もアマゾンストライクの方いいのかなとか、まあやっぱりいろいろ考えたけど、最高火力で雑魚的蹴散らしに行くんだったらやっぱラピッドの方がいいのかね。どうなんかね。多分倒しきれると思うんだよな。いや一応ギャラクシーやとか、ギャラクシーのクリムゾンにしとくか。よいしょ。分身剣で前のやつ倒せない。前のやつ分身剣でない、残像剣。オッケー。分身剣で確かロマさんが3だったかな。あれなんかで分身剣ってあった気がしたけど、ちょっと忘れちゃったけどね。うん、ラピッドの方いいんだけど、だから何度も言うけど、ラピッドってだからその防御力の低さがさ、ちょっとすごいのよ。うん、だから一回っていうか一周このこっちの攻撃耐えられちゃうと、今度ものすごい敵のね、どえらい攻撃が飛んでくるから、まあ要は殴り合いの陣形ですわな。まあでもそれこそリバイバとか本当このねラピッドで先制で全員に使えたりとかすれば、いやーでもどんなのかね、どっちがいいのかね、わからんね。うん、やばい。そういえば術が使えない。あーっと一発打てるか。多分
うん、まあいいや、ギャラクシー連打でいこう。うん、まあね、そうそうそう、リスクあってのメリットというか、まあデメリットあってのメリットというか、まあそうですよね。完璧だったらちょっとゲームバランスがね悪いからね、悪くなっちゃうから。いや、どっち行けばいいのよこれ。正規ル、うわ、来た来た。来たね。はい。よいしょ。外した。このカエルは本当、全力を持って倒しに行かないと。うわ、金だって。ギャラクシー、軍師最後のギャラクシー、オッケー、最後のギャラクシー。これでもう10ポイントなくなっちゃった。うわー、一体だけでも倒せりゃいいなって思ったんだけどな。一体だけでも倒せりゃって思ったけど、無名剣とか行くか。じゃあマシンガン、残像剣のこいつはもうダメ、防御でもしとけ。ギャラクシー、くそ、つえー、こいつほんとつえー。オッケー、ほんと強えわ。くそ、とりあえず酒飲ましといて、酒飲ます。まだ技ポイント残ってるからいらない。いや、どっちが、あれ、こっちじゃない、こっちじゃなかった、くそくそ、こっちじゃなかった。ちょっとこれだけでいいんじゃない、これだけで落としきれるんじゃない。はい、甘いか。あ、落としきれたね。オッケーオッケー。地に誘い込んでの上から逃げる、やば、ちょっとダメ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 。もう一回行くよ。水長剣、パンチの、まあパンチ、マシンガンだな、マシンガンジャブの残像剣、ギャラクシー、ギャラクシー。いやー、敵強い、ほんと。もう OK、 よし、いいぞ、いいぞ。えい、ギャラクシー、まあ厳密にはクリムゾンフルヤの方が1消費が少ない。でもって使えば、なんだっけ、炎と点だったっけ、属性が、まあ、同時に上がるから、やっぱなるべくだったらクリムゾンフルヤ使って両方の属性を育てたいっていうのはあるんだが、じゃあクリムゾンにするか。最後のモグラはクリムゾンにするか。外した。オッケー、
まあ3体ぐらいだったら両方クリムゾンフレアでもいいのかな。4体とか出てきたらやっぱギャラクシー使った方いいのかね。3時間コースっすね多分これ。ワグナスまで行かなきゃダメでしょこの流れ。うん、ワグナスまで行かないと。くっそ、金が多すぎるな。残像剣、うん、回避率がねちょっと高いっすよねこいつ。オッケー、よし次どっち、こっちが貴様がワグナスか。ワグナス様がお前の相手謎をなさるか若者。ちょっと待って、ボスだけどなんとかなりそうだな。なんとかなりそうだなこれは。マシン、これただ倒した後にワグナスが来るのか、もしや。えい、オッケー、これは楽勝でしょ。てかほとんど普通のもう雑魚的だよね。おっと上があんまり効かないな。どうだ、オッケー。おお、来た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 、なかなかやるな。だが本番はこれからだぞバグナス。これは待て、待てよ。え、城が消えた、どういうこっちゃ。お、なにこれ、ジェンコ。敵はいなくなった。宝箱何一つないもんねここで。ワグナスはじゃどこ行っちゃったの、もういないのか。いやこれいねえな、これからだみたいな感じで行っちゃったけど、いねえな。うわ、なんじゃこりゃ。いや、ま、だめだめだめ、待て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